あ、こんにちは、しばずですということで、今日はですね、今回はナンバーワン理論というのをやってみます。これは西田さんと言われる方でも有名な方なので、知っている人は知っている本です。この本はね、ブレイントレーニングと脳のトレーニングとか潜在意識をこうね、書き換えるような、そういうような、理論みたいなことが書いてあります。メンタルタグです、魂の、メンタルの、ね、タグさをつけようとか、詳しいことは読んでもらえば分かるんですけど、ちょっと気が付いたところでちょっと少しだけねご紹介します。ですね、ナンバーワン、この本はナンバーワンになろうと思ってる人は読む本なんですけど、ナンバーワンとナンバーツーは、ワンとツーはたった一話しか違いません。しかし心理面では1位と2位の間には信じられないほど大きな違いがあると。ここの間ね、簡単ないんですよ、簡単なもんじゃないですよ。ここの間 1番と2番ってすごい差があるということがここに書いてあります。それがナンバーワンは勝てると思ってやってるけど、ナンバーツーは勝ちたいということを思ってやってると。だからナンバーツーからナンバー50まではみんな同じで勝ちたいと思ってやっていますと。ナンバー100ぐらいになると勝てないかもしれない、やっぱりダメかもしれないというマイナス思考が入っていますということですね。それでも心のどっかで勝ちたいと、ナンバー100でも思ってはいるもんなんですというのが書いてあります。ただナンバーワンだけが潜在意識にあるこれまでの記憶データから結晶型が勝てる、要するに潜在意識のこう形ね、結晶というか、要するに水晶みたいなものです。結晶、ああいうね、結ぶという字に、アキラという字、結晶から勝てると判断していますと、ね、ですから潜在意識がある種純粋に結晶化していないと、いくら勝てるよ勝てるよと言って監督が言おうが勝てませんというのが書いてあります。選手の頭はそうなりませんと。意識が思う以前に過去の負け試合のデータをもとに潜在意識の結晶、潜在意識の形が勝てないかもしれないと判断をしますと。だから勝てるじゃなくて勝ちたいという願望になりますと、ね、勝ちたい、成功したい、幸せになりたい、健康になりたいというのは脳にマイナスイメージが、マイナス感情がある職場と考えて間違いません。つまり健康になりたかったら健康になると、健康になるしかないんだと俺はというふうに思い込むということですね。潜在意識がそういう結晶、水晶、キラキラ輝く透明水晶みたいになるとできるよと。ああ健康になりたいな、ではダメ。ああ勝ちたいな、勝てるかもしれない、ではダメ。ダメ、健康になりたいでは健康になれない。健康になる、勝てると、健康になれるということなら OKOK、なんですよ。健康になれるは OK、 勝てるは OK、 勝ちたいはダメ、健康になりたいはダメということですね。だからこれは非常にいくつか解であって、潜在意識というのはものすごく大きな力があって、感情というものが人間にありますよね。例えば何とかしたい、勝ってかっこよくインタビューに答えたいとか、ね、健康になってもどうでも行きたいとかね、そういうことがあるんだけど、潜在意識というものと、感情というものがあります。今は感情です、今言ったのは感情です。何とかしたいは感情、潜在意識というのはそれより下にある膨大なピラミッドの底辺が潜在意識なんですよ。これが喧嘩した場合は 1000%、100% 絶対に感情は勝てないんですよ、負けるんですよ必ず。だから潜在意識が結晶化して整っていないというか、潜在意識が固まっていない人、負けパターンの人は必ず負けてしまうという、よく言っても偶然重なっていっても2位ということなんですね。1位になれないんですよ。だから1位なる人間というのはもう自分が勝つしかないと、この場所でということですね。そんなに負けることもあるかもしれませんけども、100回もし試合したらその人もかなり1位になると思うんですよ。潜在意識で勝てないかもしれないと思って監督が
勝て勝てというから勝てるかもしれないと思ってやってる人はまず2位、1位になりかかると変な意識が働いたり変な妨害が入ったり変な流れになって1位になれないことが多いと私は思います。はい、中で1位になりたい方、ね、これをね読んで1位になってください。はい、では皆さん、次回またお会いしましょう。